エンジニアデートということでドッキリやっていきます。はい、今回ヤバいもんが届きました。あー、これね、身長にも持たれてヤバいものなんですよ。大丈夫かな、ここにあって。ヤバいっすよ。あー、ちょっと慎重にいきますよ。何が入ってるのか、うわー、ちょっと家に届いた時ちょっとびっくりしました。慎重にマジで開けないとね、とんでもないことになるんだよね。めちゃくちゃ厳重になってます。で、これね、手袋しないと本当に触れないものになってます。緊張する。皆さんにはこれちょっと見ていただきたいですね。こんな厳重にしてるものあんまないっすよ。うわ、重いなこれ。いきますよ。うわ、すげえ。うわー、輝いとる。いけるかな。いきます。3、2、1。うわー、やべえ。こちら見てください。 UM から送っていただきました。こちらの本物と同じサイズのレプリカです。いつやろうかいつやろうかと思ったのに、今日ほんと一切出なくて、ちょうど今出たんですけど、こちら UM から特別に貸していただいて、いきなり届いたって言ったらね、なんていうのか、どんな反応するのかっていうのを見ていきたいんですが、普通に反応を見ただけじゃ正直ね、面白くないと思うんですよ。これレプリカで大きさ一緒なんですよ。で、重さも一緒になってます。ただなんかこれ届いたのが多分海外からで、これやってんだよね、これ。なんか中でカラカラ鳴ってるわけですよ。本当はこんなんしなくていいんですけど、クオリティはやばいっす。やばくない？やばいなこれ。改めて見るとすごいわ。等身大の何センチぐらいかな、38センチぐらいで、重さ2キロぐらいあります。重さとか形とか一緒なんだけど、ここちゃんと優勝した国が書いてあるっていうね。これ実際あるか知らないんですけど、これをですね、樹海さんに見せて渡す時に手を滑らして落としちゃいます。落とした後これカラカラ鳴るじゃないですか。やばいんじゃないかなっていう、めちゃくちゃ面白い反応が取れるんじゃないかなと思ってね。で、落としてからやべえみたいになって、ちょっと事務所に謝罪をするとこまで行きたいと思いますけど、あの電話をかけるタイミングでネタバラシ行きたいと思います。ということでチャレンジスタート。ちょっとしまっとかないとね。ちなみにこれグリーンバッグの袋で、これなんか俺のね、どっかのバッグについてたなんかバンドです。雰囲気は出てる。あ、いいの思いついちゃったわ。ちょうどダイヤル式の鍵やったんで、これ雰囲気出ますよこれ。オッケーオッケー、雰囲気出してるこれ。よしよしよし、これで樹海先輩帰ってきたらもうちょっと来てくださいという感じでやっていきたいと思います。じゃあ、あとはこの中に入れていきたい。よし、待ちましょう。お、先輩、ちょっとこちらへ。サプライズがあります。あ、言っちゃった、サプライズって言っちゃった。ないよね、そんな見られない箱は。まあまあ、座っていただいて。で、本当に乱暴に扱わないでください。まずはこちらしてください。今回ですね、特別にUMの力であるお届け物をしていただきました。その代わり、はい、マジで、まあ、壊したり傷つけたりしちゃうと国動くんで、やばいと思う。多分クリエイター人生というか人生終わる可能性あるんで。危ない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 。ただお返ししなきゃいけないもんです。それだけ言っときます。ああ、じゃあ借りてる状態みたいな。はい、はい、僕らも今日だけしかこれお借りできない状態、返さないよね、帰りにも僕返してくんで。なんか絵画みたいな。絵画自分のチャンネルにはちょっとあのジャンルが合ってるかどうか分かんないですけど、はい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 、いや国動くとかっつったらもうそんぐらいしか、だからゴッホとかさ、ダヴィンチとか、まあそれにしたらちょっとダンボールの箱の形が、いやこれは違うんですよ。これできたわけじゃなくて、僕はもう怖すぎたんでちょっと大きめのやつで。あー、なるほど。開けていいっすか。素手ではマジで触らないでください。それが約束できないとこれ開けられません。もうこれは外さないでいきます。じゃあいきます。これは僕の私物の段ボールです。なんか俺も持ってくるのちょっと怖かったんで、ある程度段ボールにいろいろ包ましたよ、持ってきました。どうぞ。ちゃんと鍵もかかってます。じゃあ先輩ちょっとこれ鍵開けてもらって。お、来た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 。これ厳重、めちゃくちゃ厳重。いた
あ、その鍵も、あ、その鍵も、その鍵も返さなきゃいけない、ちょっとやばい。あ、これエースなのじゃないの。そうす、さあ全然わかんないよ。え、A さんから見てももうすごいんですか。これやばいっす、初めて見ました。あ、もう見ない方がいいよ、まだ。いや、目つぶってた方がいい。 OK ですよ、もう。それでは、はい、いきますよ。3 2 1どうぞ。お、本物です。ガチの本物、真面目なやつっす。これはマジでやばいと思う。めちゃくちゃ重いっす。わかりますこれ。ワールドカップです。そうっす。そこを見ていただければわかるんですけどね。だからこれはいろんな国をまたいできた。あ、本当だ、すげえ。やば、やばいっすよ。で、めちゃくちゃ重いっす。24金なんで、で触ったりすると酸化しちゃうし、すぐ当たったらもうすぐへっこんじゃうんで。ということで今回はこちらを持っていただきます。俺も怖いな、ビクビクしてんだよ。これ持ちます。ちょっといいっすか。どこに置けばいい。どう渡せばいい。このままこう掴む、こう掴みますよ。それかここ大丈夫それ、ここ大丈夫それ。普通にこう乗っけるか。じゃあそうやっていくよ。はい、めっちゃ重いからねこれ。マジやばいっす。重いんで、そこ持った方がいい。そこ、え？ちょっと待って、音ってんよね。そこ持った方がいい。そこ、え？ちょっと待って、音ってんよね。いや、今なんか絡んだ音なんて思う。いや、踏んない方がゆっくりこう傾けた方がいいと思う。ほら、ほら、やばくね？最初鳴ってない。鳴ってない。なんか、中で。からから鳴ってるわけですよ。いや、もうそんな持ち方しない方がいいよ。ちゃんと、いや、置いたらもう芝でも傷つくから。ちょっと一回電話するわ。やばいね。やべ、テンパりすぎて電話こっちだった。どうしよう。やばいぜマジでこれ。俺らでもそんな強く言ってないよね今。軽くだよね。ちょっと一回電話してくるね。これ電話するしかないよね。あ、もしもし、お疲れ様です。すいません、あの送ってもらったやつあるじゃないですか。はい、あれ樹海さんが落としちゃって。はい、ですよね。いや、僕は触ってないんですけど。床に落とした感じです。あ、わかりました。はい、了解です。失礼します。一回ちょっと、なんか上の人に連絡取るらしいわ。純金だからなんか、欠ける恐れがあるらしくて。うわ、ちょっと待って。やばい、なんか、え、死ぬ音みたいな。え、おい、先輩そこやったか。釣れないぞ。ちょっとそのまま行ってもらっていいですか。はぁ、ちょっと待って、もうちょっと近づけてもらっていいですか。いや、そういうあれじゃない。こちら。偽物です。電話の時、触ってないとか言いやがる。いや、もう電話もしませんよ。ということで、僕は普通のインテリアとしてこれ欲しかったんですけど、思ったよりチャッチーなってことに気づきまして、でも先輩だったらこれ本物だと思うんじゃないかなと思って持ってきてみました。これ偽物って疑いました。偽物っぽいなとずっと思ってたんですけど。ただ、はい、ウームから来たっていうし、もうそんな扱いをするからめちゃめちゃ怖かった。はい、ということで、皆さんレプリカのリンク貼っておきますんで、ぜひね皆さんチェックしてみてください。俺は完全にチャッチーなと思ったんですけど、先輩が気づかないってことは大丈夫です。ということでこの動画これ全然金じゃねえんだよ。